여기는 대한민국 서울에서 보내드리는 KBS 월드라디오입니다. こちらは韓国ソウルからお送りしています。 KBS ラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。 ラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。この放送は1時間の番組で毎日午後5時から6.155MHz と7.275MHz、午後7時から9.805MHz、 午後8時から中波の1170kHz、 そして翌日午前10時から9.580MHz、 午前11時から11.810MHz でお送りしています。 韓国語。皆さんこんにちは、アンニョハセヨ、平井彩です。 KBS ドラマのセリフから日常生活で使える便利な言い回しを皆さんと一緒に勉強するドラマ韓国語。今週もダンススポーツにかけた高校生たちの情熱と成長を描いた青春ドラマ「テンポガールズ」で韓国語を勉強していきます。 今日の一言は第3話からピックアップしてみました。では今日のシーン、お聞きください。でも台風、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 台
中売り切れに近いとかな。役士田舎の商業高校に通うシンはソウルの大学へ進学することを夢見る高校生。進学に有利な話題を作ろうとスポーツダンス部へ入部し練習に励んでいます。登校中にスポーツダンス部の顧問寮にあったシンは練習の成果を見せようと声をかけます。シン、さあ、간다。先生、見てください。あります。그다음에ダイブ、コッツ、サンバ。ダイブ、ワン、ツー、サンバ。全、完璧かじょ。完璧でしょ。シウのダンスを見たギホは、よくしゅうりシウにとっとかだ。さすがシウだ、と褒めます。今日は、このシーンから、ギホが言った、よくし、というフレーズを勉強してみましょう。今日の一言は抑止です。抑止にはいくつか意味がありますが、今回はさすがという意味で使われています。ドラマのシーンではダンスを覚えたシウンに教師がさすがシウンだと褒めています。このように期待や予想した結果に納得したり感心したりした時に抑止、さすがを使います。単独でもよく使われて、例えばテストで高得点を出した優等生に、よくし、さすが。スポーツの大会で優勝した強豪選手に、よくし、さすが。このように使います。ちなみに、
抑止はもう一つ、やはり、やっぱりという意味もあります。例えば、テストの結果が予想通りで、抑止、やっぱり。スポーツの大会で予想通りの結果になって、抑止、やはり。このように、思った通りの結果になったときに使います。抑止、さすがとやっぱり、2つの意味で使えるので、ぜひ覚えて使ってみてください。それでは、フレーズ、使い方を練習してみましょう。ベテラン講師の授業を受けてこの一言。抑止、さすが。仕事ができる先輩のプレゼンテーションを聞いてこの一言。抑止、さすが。抑止。はい、今日はさすがという意味のフレーズ、抑止を練習してみました。来週もセントバールズで参加していきます。では、また来週。アンニョイゲセヨ。